入りましょう。接骨院の先生、だいたいひげ生やしがち。ちょっとクマみたいな人多いですよ。ああ、そうですね、はい、なんかちょっと貫禄あるもじゃもじゃな人も多い。そうそうそうね、あのだいたい一人でやられてると、はい、ちょっとね、瞑想入っちゃうんで。まあ、これね、あのラファエルさんの挨拶を、はい、上下ラファエル役、僕が上の子に行って、それを聞いて佐賀さんがその変化を言うっていうね。僕からもいいですか。はい、いいですか。はい、はい、どうもこんにちは。自宅にホームジム作る人、自分大好き。マジで早いですね。偏見なんで。なるほどね、偏見なんで。これで聞いてバットボタンとかマジ押さないでしょ。実際僕はそう思ってないっていう話ですから、ね、確かに、はい、僕だって自宅のホームジム作りたいですから。僕作ってましたしね。好きなんで。はい、というわけでね、多分この多分2分でね、多分離脱した人ほとんどで、今日は膝パート2と、はい、膝の裏側いきましょうですね、はい。まあ、前回は膝の屈曲制限を膝の前側、そうですね、触って、はい、落としてやってたんで、はい、今日は膝の裏側。裏側、なるほど、なるほど、なるほど、僕がやるんですよね。なるほど、僕がやるんですけど、はい、やっていきましょう。じゃあ早速、はい、やっていきましょう。はい、お願いします。はい、じゃあやっていきます。まあ、痛み、前回話しましたね、はい、中が圧迫するとか、外側後方が痛いとか、うん、内側の前が痛いとか、ね、話をしたんですけど、まあ、それによってもターゲットとなる筋を絞っていきます。あの膝が結構曲げたら圧迫して痛い、お背中とか圧迫して痛いとか、中がちょっと圧迫して痛いっていう感じの時は、結構やっぱあの抗菌群が張ってることが多いです。で、これを緩めていくんですけど、はい、まあ、前方からこうやってやると、まあ、筋腹は触れるんですけど、はい、筋腹をいくらマッサージしても結構その緩みにくいですね。で、あの僕の動画とか杉山監督がよくやる抑制法を使った方がいいんで、まあ、ワンビー抑制というところで、はい、あの外側抗菌とか内側抗菌の腱を触って、なるほど、はい、で腱っていうのは骨毛につくじゃないですか、はい、で骨を触りたいんですけど、ここって軟骨組織が多いんで触れないので後方から入ってきます。でちょうどハムストリングスとハムストリングス、外側ハムと内側ハムの間に指を入れてもらって、指をズブズブズブって入れていくと骨にカツンと当たるので、ズブズブっていうちょっと効果音はまずいんじゃないか。まずいですか。それをまずいと思うのに僕が痛い。痛いよね。痛い。でカツンって当たったら横にいってこうやって動かしてあげると、これ剣触れてるんですよ。これ外側っぽくて、はい、そんなにあの筋までついてないで、円、はい、から5センチぐらいのところでこう緩めていくと。違う、大丈夫ね。そっちの痛かったらちょっと熱い緩めてあげてみて。これ、まあ、僕好きなんですよ、はい、で結構効く、効きますよね。で緩んだサインっていうのは、うん、こうやってもう恥するじゃないですか、これ回すんですよ、はい、そしたらこの移動量増えるんですね。ああ、なるほど、なるほど。軟組織でこれ増えると、ああ緩んだなっていうサインで場所変えて、でも痛みどうしたの、できました。最初よりはいいです。うん、こんな感じで内側に効くのは痛いやっぱ結構今、下半身のトレーニング頑張ってるんで、はい、この辺もダメージがあるんじゃないかな。もう結構曲がりますね。うん、っていう感じで、まあ、外側抗菌、内側抗菌を緩めるっていうのが一つ。で、次、伸展から屈曲の入るときに、はい、膝下筋っていう筋肉が、膝下筋ね、うん、硬いを内線に持ってってくれるんですよ。硬いの内線。硬いの内線。で、大体こう、スクリューホームムーブメントで、はい、あの、完全伸展すると、硬いっていうのは、脛骨っていうのは外側サインで、それをロック外すのは、この膝下筋っていう。言われた。なので、膝下筋がうまく働かないと、はい、外旋のまま屈曲していくことになるので、まあ、これは怪我したんですね。そう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 。まあ、それが2位の原因だったりもするし、まあ、これあの後方、膝の後方の詰まりを覚えたり、覚えたりとか、これ痛みが出たりします。まあ、こうなると、要は内側のハムストリングも使えないんですよ。で、内側のハムストリングすら、内側の半月板を後方に移動してくるんですね、はい、屈曲に伴って。それもできないので、やっぱ内側の半月板を痛める原因になるので、膝下筋をしっかりと収縮していく。で、肩甲骨の内側から大腿筋を作んで、まあ、探し方、ヒラメ筋が内側から腓骨の方に行くんで、ふくらはぎを上からこう下にさせていくと、止まるところは逆でもいいです。あのふくらはぎを下から上にすると、ストンと落ちるところです。ここが膝下筋のラインです。で、これを内旋方向に収縮しながら、まあ、こういうことですよ。で、こうすると、
結構外側で詰まりとか痛みを感じてた人が膝下筋を短縮させながら収縮させながらすると結構痛みがなくて分かりますっていう人がいるんですね。まあ、それが評価ではいい治療なんですよ。でこれが入ると要は痛みなく曲げれますよ。なので、まあ、膝下筋のスパズムを取ってあげるっていうのと内側のハムストリングスを、まあ、近寄っていきましょうとか、はいはい、収縮入れていきましょうねっていう話になります。ここで曲げると、また曲げるんですね。で一緒にこう内側のハムを収縮させながら曲げるっていうのもいいですね。とか、ヒップリフトするときに内旋させてヒップリフト、はい、あなるほどね、すると内側のハムが入る、はいはい、なので、これで内側のハム、これね、肩骨を内旋させながら曲げるっていう学習です。で、あと小宮さん、単純に直筋が硬いっていうのがあるので、それもやりたいので、うつ伏せに。で、ごめんなさい、はい、こっちなんですけど、はい、見えやすいようにちょっとこっちでやるんですね、はい、こっちの足を台から下ろしてください。でちょっとカメラで見にくいんですけど、膝関節がよいしょ90度に近くなってします。見えますかね。ちょっと下向きましょうか。こんな感じ。本当はもうちょっと前に足がいた方がいいんですけど、はい、硬さの限界です。そうそうそう、この状態でこっちを今結構もうしんどいんで、クライアントさんの表情とか見ながらやってます。これはね、でここにちょっとアクセント加えるなら、アイソメトリック収縮入れると筋が伸びてくれて腱にそれが伝わってバビオクセント感じで、じゃあ軽くこっちに押し返します、はい、1、はい、入れる、はい、キュッと、はい、入れる、え、軽くいいですよ。え、OK です。おちょっと逆をやる。はい。上位感じたところで、アイスメトリック収縮。せーの。はい。はい。はい。もっと軽くいいですよ。はい、入れましょう。はい、OK です。じゃあ、OK になりましょうか。おー、いいっすね。おー、便利です。いいっすね。の、復旧ができると。はい。いう感じです。で、今のやつ、最後うつ伏せやったりして、はい、オスグッドになっているところにも有効になっている、はい、あ、そうです、うん、痛みも我慢できる範囲で、はい、無理にしちゃうんですよ。なるほど、はい、という感じです。なんで、前回が膝の前方、そして今日は、後方からのアプローチで、まあ、関節の可動域を改善していくというやり方をやりました。はい、うん、次に進展もやりましょうか。お、いいですね。はい、なので次回、次回は進展と、はい、改善をとりあえずやろうと思います。今日は馬鹿くんからのが面倒くさいんで、この改善でお別れしたいと、はい、思います。チャンネル登録、高評価、通知ボタン、あとコメントもよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。はい、ありがとうございました。